サムエル記上の5章です。とても短いとこなので最後までお読みいたします。ペリシテ人は神の箱を奪い、エベンエゼルからアシュドドへ運んだ。ペリシテ人は神の箱を取り、ダゴンの神殿に運び入れ、ダゴンのそばに置いた。翌朝、アシュドドの人々が早く起きてみると、主の箱の前の地面にダゴンがうつ伏せに倒れていた。人々はダゴンを持ち上げ、元の場所に据えた。その翌朝早く起きてみると、ダゴンはまたも主の箱の前の地面にうつ伏せに倒れていた。しかもダゴンの頭と両手は切り取られて、敷居のところにあり、胴体だけが残されていた。そのため今日に至るまで、ダゴンの祭司やダゴンの神殿に行く者は誰もアシュドドのダゴンの敷居を踏まない。主の御手はアシュドドの人々の上に重くのしかかり、災害をもたらした。主はアシュドドとその周辺の人々を打って、腫れ物を生じさせられた。アシュドドの人々はこれを見て言い合った。イスラエルの神の箱を我々のうちに留めておいてはならない。この神の手は我々と我々の神ダゴンの上に災難をもたらす。彼らは人をやってペリシテの領主を全員集め、イスラエルの神の箱をどうしたものかと尋ねた。彼らは答えた。イスラエルの神の箱をガドへ移そう。イスラエルの神の箱はそこに移された。箱が移されてくると、主の御手がその町に甚だしい恐慌を引き起こした。町の住民は小さいものから大きいものまでも撃たれ、腫れ物が彼らの間に広まった。彼らは神の箱をエクロンに送った。神の箱がエクロンに着くと住民は大声で叫んだ。イスラエルの神の箱をここに移して、私と私の民を殺すつもりか。彼らは人やってペリシテの領主を全員集め、そして言った。イスラエルの神の箱を送り返そう。元のところに戻ってもらおう。そうすれば私と私の民は殺されはしないだろう。実際町全体が死の恐怖に包まれ、神の御手はそこに重くのしかかっていた。死を免れた人々も腫れ物で打たれ、町の叫び声は天にまで達した。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉に耳を傾けることができますことを心から感謝いたします。私たちは神様を自分のもののように、自分の利益のために用いてしまう愚かなことを繰り返してしまいますけれども、どうぞ私たち一人一人が神の箱の中に入れられて、神に持ち運ばれるものにならせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。サムエル記の第8回目です。神の自己主張という今日のメッセージの題にいたしました。前回は4章から沈黙する神様についてお話をしました。今回は神の自己主張、沈黙と自己主張、何か全然違うように思いますかもしれませんですけれども、同じことを指しております。神様は沈黙する、神様は自己主張する、そのような神様です。もともと聖書の神様の名には名前が2つあります。一つはヤーベ、しかしこれは読み方は誰もわからないんですね。ヤハウェとかハヤとかですね、それはわかりません。わからないからどうでもいいってわけじゃないんですけれども、私はヤーベ、ヤーベといつも言ってるんです。これは聖書では主という言葉で訳されております。もう一つはエロヒームです。エロヒーム、これは複数形です。そして神様は我々と言われた、そのお方です。ですからこのヤーベっていう言葉にはこの重要な意味が2つあります。一つは自存する神です。自存する、モーセがシナイ山に行った時に、あなたの名前は何と言いますかって言ったら、あってあるものと言いました。あってある、
なんか変ですけれども、一言で言うならば、自分で存在している神ってことになります。そしてまたその方は、初めに惹かれ合ったって言ってですね、創造主でもあるんですね。やがてイエス様が自分をヤーベと4回5回言ったんです。もちろん聖書の中にヤーベって言葉は書いてないですけれども、ヨハネール福音書の8章によると、私はあると言ったんですね。私はある。これはまさにエゴエイミというギリシャ語であって、ヘブル語にするとヤーベなんですね。ですからイエス様自身がまた神、ヤーベなる神様だったんです。自存しまた存在あらしめる神様でした。しかし前回のイスラエルの人々4章の方ですけれども、戦いが自分たちによって不利になった時に、ああ神様の箱を持ってきてなかったからだと言って、神様の箱を持ってきてこれで勝てると思って戦いに出ました。でも彼らは以前よりももっと大敗北、3万人の人たちが死ぬっていう、そのような状況に落とされてしまいました。今度5章に来ると、その神様の箱をペリシテ人は奪ったんですね。奪って自分のところのダゴンの神のところに持って、神殿に持っていきました。そしてこの私たちの神様の丘に、今度イスラエルを導いたこの神様もここに置くならば、私たちはもっともっと神様から祝福されて、この国が繁栄するに違いないと思って、ダゴンの神殿に神を置くっていうことをしました。これも似たり寄ったりです。すなわち神に対する態度は、これは偶像の神に対する態度なんです。イスラエルの人たちもそうでしたし、またこのペリシテの人たちも両方同じなんです。偶像に対する態度、これをしているんです。でもこれはまたクリスチャンもしてしまう、そういった意味で自分もそうなるということを思いながら聞いてほしいと思うんです。イスラエルがペリシテの戦いに負けて神の箱を奪われた。そしてエリっていう祭司が死んだ。二人の息子たちも死んだ。その時に二人の息子たちのお嫁さんがこう叫んだんです。4章の21節に、神の箱が奪われ、衆とも夫も死に、栄光はイスラエルを去ったと考えて、彼女は子供をイカボード、栄光は失われたと名付けてきました。栄光は去ったということは、神はいなくなったっていう意味ですね。神はいなくなった。神への船舶、船舶っていうとちょっと薄っぺらいってことですけれども、薄っぺらい信仰、神様に対する理解がここに如実に現れております。神は去った、神も仏もあるものかというようなことになります。なぜそんな言葉が出てくるかって言いますと、それは自分の願った事柄、幸福とか願いをが叶えられなかったからです。与えられなかったからです。自分の思い通りにならなかったから、自分の計画が崩れてしまったから、だから彼らはそう言ってるに過ぎないのです。講談社から、日本人とゴリアク信仰っていうですね、本が出されて、大正大学の教授の藤井先生が書いたのが昔読んだんですけれども、その中に日本人の信仰、これを如実に表してるんです。日本人の信仰はゴリアク信仰だ。ゴリアク信仰とは何か。人間が中心である。神は人間の幸せのために奉仕すべき存在、したがって奉仕してくれるもの、まあ、神ですね、が多ければ多いほど良いことになる。これが日本人の信仰の根本、ご利益信仰。だからあっちの神様もこっちの仏様も、あっちのこの稲荷さんもっていうことができるんですね。
自分中心なんです。で、自分に奉仕してくれる神を探しているだけ、それを選び取ってるだけだと言うんです。イスラエルはペリシテに戦い負けそうになる、思い出したように神を連れ出してくる、箱を持ってくる、このようなことをし、そして神が来たから大丈夫だって言っておたけびをする。でもただ自分で自分を励ましているだけ、自分を鼓舞しているだけ、それだけでした。夫も死に、姑も死んだ、栄光は去った、神は捕虜になってしまったということになります。偶像礼拝っていうのは、自分が崩れれば神はいなくなってしまうんです。自分の考え通りにことが運べば、神は素晴らしいと言います。これこそその本質です。人が神様を左右するのでなくして、神様が人を左右するはずです。4章の5章、この両方のメッセージは全く同じです。沈黙するのも自己主張するのも全く同じです。さて、神が生きているから、神は4章で沈黙されたんです。私たちが身勝手に考えて自分の思いを遂げようとする、神は助けてくれない。しかしなぜか、神が生きているから助けてくれないのです。子供たちに対して、この皆さんの親はどういうふうにしてくれたでしょうか。こんなふうな人が言いました。子供の思い通りにする親、これは罰が2つだそうです。そうですね、朝ごはん、今日はスナック菓子でいいよと、コーラでいいよと言ってですね、そういったような形で、ああそうかそうかっていう親、これは罰が2つ。次に、自分の思い通りに子供にする親、これは罰が1つなんだそうです。まだ子供がわがままよりは親の方が経験とかいろんな持ってるから、まだコントロールが効くからいいんですけれども、やっぱり罰なんですね。でも神の思い通りにする親、これが丸。このようにして、まさに神様は私たちに対して罰罰は与えたくない、罰をしてるんでもないんですね。5章に入ります。ペリシテの守護神ダゴンの神がおりました。奪ってきたイスラエルの神の箱をそのそばに置いたんです。我々のダゴンの神も素晴らしい神だが、イスラエルの神はエジプト国から打ち破ってここに導いた、これまた素晴らしい神様である。だからこの神様も共にダゴンの神様としてお祭りして、祀って、二つの神様に私たちはこれから助けてもらおうじゃないかというふうにしておいたんですね。しかし朝になるとダゴンがうつ伏せにされている、あれと思うんですね。まあなんかの風で倒れたかなと思ってですね、また元に戻しておく。次の朝になってみるとっていうと、これはひどいことになっておりました。倒れてうつ伏せになってるだけじゃなくて、頭と両手は切り取られておりました。これひどいことです。そしてさらにいろんな変化が起こりました。神の箱を運んできてからペリシテのアシドドの人々に奇妙な病気が流行り出してきたんです。出来物がちこち出てきました。そしてだんだん気がついたんです。この箱が災いなんだ、これは大変だということで、アシドの人々は今度はガドの方に移しました。ガドに移されたら、その町がまたこのみんながですね、恐れにこう囲まれてしまったんです。これは大変だってことで、腫れ物が次から次へとまた出てくる。そうして今度はエクロンに移していく。こんな神様って言ってエクロンです。
エクロの人たちは、こんな神様私たちが来たら、あそこでもあそこでも災いだらけじゃないか。これは早速送り返せ、送り返せ。と言って、イスラエルにこの神の箱は戻されてしまいました。前回お話をしました。契約の箱。契約の箱っていうのは、これは何だったんだろうか。三位一体の神様だった。上にはこのケルビン、聖霊、そして蓋は贖いの蓋といって、年に一回大祭司がそこに血を注ぐところでした。それはイエス・キリストの十字架でした。で、その箱の中に神の言葉、芽を出したアロンの杖、マナ入れられておりました。これは人間と神様の契約なんです。どんな契約かっていうと、それは私たちはこの聖霊に導かれて、神の蓋、贖いの蓋、イエス・キリストの十字架を通して、神の箱の中に私たちが入っていくっていう契約なんです。で、神様は私たちそこに入れるっていう契約なんです。そして、神様の箱の中に入れられたものが人間として一番自由なところ。本当にいるべき場所なんです。しかし、イスラエルたちはそれを自分で担ぎましたね。本末転倒します。神様を自分の方法で持ち運んでいったんです。だから、神様は何にもしなかったんです。手を出さなかったんです。なぜならば、神は生きているからです。本当の神様だから何も手を出さなかった。そして、ダゴンの神様の隣を置いた時には神様は盛んに自分で手を出した。なぜか、神は生きているからです。どちらも神が生きているから沈黙し、神が生きているから自己主張する。これが私たちの神様です。偶像の神様に関しては、エレミア書の10章の3節から5節まで書いておりますので、ぜひこのメモにしておいて読んでみてください。キュウリ畑のカカシだと言いました。本当にこのカカシですね。何にもすることができません。立っているだけです。神は自分自ら動き出すことで、自分を表しましたし、沈黙することで自分を表しておりました。しかし、この沈黙することも、自ら手を出すことも、それは罰を与えているのではないです。罰を与えているわけではないんですね。罪を気づかせようとしているんです。私たちの考えは、病気になったり、不良の事故だとか災いにあるとですね、あ、罰に置き換えてしまう。これは大きな間違いです。神は人々に罰をこの与えるんじゃなくて、罪を気づかせようとし、罪を気づかせて救い出そうとしている。愛そうとしている。腫れ物、強行、これを認めていかなきゃなりません。神様の罰は何か知ってますか、皆さん。神様の罰。一つだけ神様の罰を与えるんです。それはどんな罰かっていうと、手を控えるっていう罰です。その人から手を控えるっていうことです。手を控えるとどうなりますか？この世界は罪の世界なんです。私も自己中心という罪を持っているんです。そうすると、神様が手を控えると、罪が罪を作り出して、罪と罪が戦っていくんです。もちろん、そこにサタンも喜んで働くことができます。ですから、神様の罰っていうのは、神様が手出しできなくなってしまう。できなくなった結果、人間が自分の結果を自分で受け取っているだけなんです。自分のことを自分で受け取っているんです。神様が働いてくださるときに、私たちは自分の罪を自分で受け取らなくてよくなるのです。イエス様ご自身が私の代わりに私の罪を引き取ってくださるから、私たちは自分の罪の中に生きないで、イエス様の命の中に生きることができるようになっていくのです。
キリスト信仰とご利益信仰の違いはどこなのか。ご利益信仰というのは人の自己主張なんです。キリスト信仰というのは神の自己主張だということができるんです。キリスト教はではご利益を求めちゃいけないのか。病気の癒し、そんなご利益と言っているんでしょうか。いや、経済的に困った時に神様どうぞ助けてください、ご飯をくださいとかですね、このある子供がですね、朝貧しい家庭の子供が、神様今日もパンを与えてくださいとお父さんが祈ったらですね、子供がすぐ声を出してジャムもって言ったそうです。バターもって言ったそうですけど、それはいけないんだろうか。いけないことないんですよね。家族の幸せ求めてもいいのです。受験で合格すること、それも求めてもいいことだと思います。ただキリスト教はですね、心の問題であり現実、そんなものそれはね、他の宗教の人たちが求めることよって言って、この心の問題だけの問題だから、あるいは高い倫理っていうものを求める宗教なんでしょうか。そうじゃないですね。聖書を見るならばご利益いっぱい書いてますね。得た人いっぱい書いてます。聖書は人間の誕生から死ぬまで、その先までも人間の営みの隅々をご存知であり、何が必要かっていうことを知っているのは神様ご自身ですから、私たちが病気の時に癒しが必要なことを知ってますし、貧しい時に何かを必要とすること、それをですね知っております。例えば聖書の中においてマルコによる福音書の実証で盲人のバルテマイがおりました。そしてダビデの声を、イエスよ私を憐れんでくださいと言いました。その時ですね、イエス様は病気を完全に治しましたね。治しました。あるいはまたルカによる福音書の5章の11節5章のところに、弟子たちが寮に行ったけれども何も取れなかったんです。そしたらイエス様がこっちの方に網を、このそれは20章だった、船を漕ぎ出し、何も取れなかったんですね。その時にもう一度船を漕ぎ出して漁しなさいと言ったら、ものすごい魚が取れてきたんです。これも非常に経済的な素晴らしいご利益、目が見えないのが治ったのもこれもご利益、確かにそれといっぱいありますね。でも聖書のその出来事と普通のもろもろの偶像の神々が約束していくところのものはどこが違うかっていうこと、明確に違うんです。それはここは違うんです。この量が取れた弟子たちはその後見るとですね、そこで彼らは船を陸に引き上げて全てを捨ててイエスに従ったと書いてる。魚がいっぱい取れた、その恵みを受け取った、ああよかったよかったではないんですね。そこから彼はイエスに従ったと書いてる。バルテマイもそうなんです。バルテマイも盲人はすぐに見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従ったと書いてる。そうすると私たちの聖書の神様は私たちに仕えてくれる神様ですけれども、その目的はご自分に従わせるためです。ここが全く違ってくるんですよね。ご利益信仰は自分に神を合わせようとするものの信仰、キリスト信仰は神に自分が合わせられるものにされる。ここは全く違うんです。実は皆さんにこのプリントお持ちでしょうか。
まあ、これは私だけ見ようと思ったんですけれども、ぜひ後で皆さんにも読んでほしいと思ってですね、ここに渡しましたけれども、全部読む時間はありませんので、簡単に説明します。ジェニー・リンドっていう、この素晴らしいですね、この人はこのスウェーデン人ですけれども、イギリスのこのオペラ界でものすごい活躍した歌姫といって、もうこの人みたいな人はもう出ないだろうと言われるぐらいの人がおりました。彼女はとても信仰深いこの育てられ方をしまして、そして才能もあって、彼女は17歳の時からですね、この国民的アイドルとなっていくんですね。そして実はアンデルセンが彼女のことをして、彼女ものすごい心をこのかけていくんですっていうのも恋していくんですね。そしてアンデルセンがある時に自分の信頼する人に相談したらですね、ちょっとアンデルセン、お前の信仰じゃとても彼女にはついていけないと。もっと彼女がなしてそういうふうになっているか、彼女の信仰を学ばなきゃいけない、彼女をもっと知らなきゃいけないと言われたんです。そしてこのアンデルセンはその時ですね、この諦めてそして行くんですけれども、それがアンデルセンの信仰をものすごいことにしていくんです。このナイチンゲールっていうアンデルセン物語があるんです。それはこのジェニー・リンドのことを書いたんですね。二番でこう書いていく。それからアンデルセンはですね、本当に彼の信仰が作り変えられたのはジェニー・リンドとの関わりの時からだと言われております。アンデルセンはすごいですよ。やっぱり私はアルジェリアのあと1ヶ月間ヨーロッパ、イスラエルを放浪して歩いたんですけれども、デンマークのですね、アンデルセンの家に行きました。そして何よりも感動したものがありました。それはアンデルセンが食べに行く時にいつも背負っていくですね、この四角いカゴがあるんですね。それにいつでも入れているものがそこに展示されてたんです。一つはもちろん聖書です。もう一つはですね、生産式の道具だったんです。彼はいつも聖書、生産式を持って歩いてたんですね。それにとても感動しました。それに大きな影響を与えた人がジェニー・リンドだったんです。今度ジェニー・リンドはですね、作曲家のメンデルスゾーンっていう人にものすごく恋をしたんです。でもメンデルスゾーンはもう妻子があったんです。そしてそこですごいのはメンデルスゾーンなんですね。ジェニー・リンドがたびたび一緒に公演するんですけれども、この自分に好意を持ってるっていうことを分かった時に、メンデルスゾーンはですね、ある時からそれを断るためにある時にこうしたんで、ああ実はこの公演は私できません、自分の娘がですね病気だからドイツに帰らなきゃいけないんですよと言って嘘をついたんです。そしてジェニー・リンドからこのメンデルスゾーンは離れていったんですね。そしてそれを後でこのジェニー・リンドが知った時に、そう本当にこう感謝したと言っております。でないと自分自身が信仰を持ってながらなおそこにいて惹かれていくとこの自分っていうことに、そしてやがて10歳ぐらい下のですね、自分より10歳ぐらい下のピアニストとやがて結婚し、彼女はものすごい幸せなこの人生を送っていくんです。そしてある時にさらに彼女はですね、神様のために歌いたいっていう思いがものすごく強くなってくると同時に、みんなから開催されるこの世の歌は歌いたくなくなってきたんです。でもスポンサーっていうんでしょうか、そのあれはですね、彼女にかドル箱ですからやめさせないんですね。ある時にイギリスの公演の時に、彼女のいよいよプリマドンナと出てきて歌う段になった時に、彼女は沈黙するんです。そしてこの、オーケストラの人たちがですね、彼女を歌うまで何度かこう繰り返して、なんとかそこ何か起こったと思って待つんですけども、彼女は歌わないんですね。それ彼女が歌ったのは賛美歌の424番だったでしょうかね。それを独唱したんですよ。それは神様と自分との関係の告白でした。そしてその時にこのブーブー言った人もいると同時に、その時ですね、本当に涙を流して、その場でこの祈った人たちもいっぱいいたそうです。それ以来彼女はステージには上がらなかったんですね。
それは何かっていうならば、自分を神様に合わせていく、徹底的に神様に自分が服従していく、神のための自分なんだ。そこのところがはっきりと分かっていくんです。そのようにしてこの見るときに、私たちの信仰とは何か、本当に素晴らしい名誉、人々から称賛、莫大なお金、その前から彼女はものすごく寄付してたらしいんですけれども、そうして神に従っていく、そうです、私たちは契約の箱の中に入って生きていくのです。契約の箱を担いではなりません。自分のために神様を用いてはなりません。神様に自分自身こそ持ち運ばれて生きていくものにならなければなりません。アーメン。お祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。どうぞダゴンの神様のそばに置いたように、いつも私たちもまた困難な時に神様の箱を引き寄せ、あるいは本当に自分の願いをそこに実現させようとしてしまうものでありますけれども、どうぞしよう、私たちは聖霊に導かれ、イエス・キリストの十字架によって自分自身が死に、古い自分が死に、そして契約の箱の中にある三位一体の神様の中に入れられて生きることができるものにしてください。尊き主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。